はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。松本様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。恐縮です。ありがたく政治活動資金させていただきたいと思います。今日は日中松戸駅で政治活動してまいりました。予報になかったにわか雨降っちゃってまっすぐやみましたけれども、お声掛けくださった皆様ありがとうございました。ツイッターで見てますみたいな、ちょっとシュッとしたイケメンサラリーマンの方が声かけて、いただいたりですね、とある女性からご相談、契約した覚えがないのに NHK からいきなり3年分の4万8000円の請求書が届いて心臓が止まりそうになったとのこと、残高不足などで引き落とし不能になったですね、すぐ払い込み用紙をまめに送ってくる NHK が不自然だなぁ。突然3年溜め込んだやつの請求書、このケースは初めてで、ちょっと私にもわからないんですけれども、詐欺の可能性もありますね。NHK を語った詐欺、ですんで、その女性にはほっぽらかしといてください、アドバイスしましたけれども、架空契約の話はこれまでもしょっちゅう聞いておりました。契約した覚えがないのに、契約したことになって払え払えって届くんだ、住所と名前さえあれば集金人は歩合欲しさに契約書をでっち上げることもしばしば。これ完全歩合っていう集金にもかつておりまして、下請け制度をやめて直接 NHK 職員が集金に回る、いう話になってますけれども、今月ぐらいから完全に切り替わったと、記憶しておりますけれども、かつて の下請けの集金にね、完全歩合で契約1件につき1万2000円もらえると、そうするとですね、1日1件ぐらい契約取れないと生活できないわけだ。そうするとですね、住所と名前わかる人、一回訪問して断られたみたいな人、勝手にね、契約書作って勝手に契約しちゃった、いう話はしばしばであります。そういう人がですね、契約した覚えない、契約書見せろって NHK に電話して言ってもですね、それはできませんの一点張りだそうであります。さらに NHK はですね、住所と名前が分かっている人がですね、電話でうんって言えば勝手に契約書作って契約させることが総務省に特例で認められております。ゆるゆるっつうかね、これ主に B キャスカードの邪魔表示消すために NHK に電話した場合に多いんですけど、じゃあ表示消しますから、契約ってことでいいですか、うんって言っちゃったら、あっちで勝手に契約書作って契約させられちゃう、それが許されてる総務省に、やっぱ潰すしかないっすな NHK はな。昨日お伝えしました NHK 未契約罰金を女性自身が記事にしておりました。テレビを捨てるといった声が相次いでいる、テレビ捨てるわの大合唱の皮肉ということで、まあ中見るとね、なんでスクランブルにしないのか、いう声、の記事にしてもらってますけれども、この板ですね、世論2ちゃんの板直接見に行ったんですけれども、スクランブルになんでしねえのかっていう意見が多かったですね。はよ捨てなはれ、これはテレビのことですね。サブスクにしてくれよ、そもそも被災者は停電でテレビ見れない、私も被災者ですけれども、東日本大震災ね、見れません。4日か5日停電してましたから、テレビなんか見れません。文句言ってないで早く捨てろよ、実家は親が見てるんで置いてあるけど自分は捨てた、そもそも払わない人が罰金を払うわけがない、なんていう意見がありましたけれども、これが目的じゃないんですよね。そもそも払う人が罰金払うわけない、NHK は罰金目的ではないんですよ、契約してくれないと2倍の罰金ですよって訪問先の人を脅してですね、契約数を増やしてやろうっていうのが真の目的であって、そして多分これに騙される人、いっぱい出てくると思うんですけれどもね、テレビがあるなし NHK には分かんないですから、B キャスカードの邪魔表示を消すために住所氏名を NHK に連絡しちゃって、なおかつ未契約の人が罰金取られます、それ以外は取られません。 NHK が知ってるのはですね、この住所の住民は
契約してないっていうことだけで住民の名前すら分かんないんですよ。それでですね、住所は書いてあるんだけど名前は書かれないで届く特別宛てどころ郵便で頑張ってます今のところ、ですけれども、あの捨てていいこんなもんってだいぶ拡散できたんで、契約数が増えたっていう話は聞かないですね。特別宛てどころ郵便が効果を発揮しているっていう話は聞かないですね。NHK は契約数が半分以下になる、つまり売り上げも半分以下になる、サブスクのスクランブル化をなんとか回避するためのへ理屈としてですね、放送法15条、協会は公共の福祉のためにあまねく日本の全国において受信できるように、努力しなければならないみたいな、あまねく日本全国において、NHK が見れるようにならないといけないみたいな、あまねくだからスクランブルはダメなんだって言い張ってんですけど、おかしいよな。スクランブルにしたらあまねくじゃなくなるのかな。スクランブルで、NHK なんか見えなくてもいいよ、金払わねえよって人は自らの意思で NHK いらねえっていう選択した人、ですからあまねくから除外してもいいんじゃないの。スクランブルであまねくじゃなくなるって言ったらテレビをあの自分の意思で持たない人はどうなるのかって話ですね。協会は努力しなければいけない、あまねく見れるように、NHK はですね、あの全国民にテレビを配布して視聴を強制して初めてあまねくじゃないのかなって思いますけれども、トンネルとか地下電波の悪いとこや見れねえじゃん、停電したら見れねえじゃんっていう反論はですね、まあまああの都合よく聞く耳持ちません。 NHK はそういうわけで、あのスクランブルイコール NHK 解体です。NHK は絶対これが嫌なんです。スクランブルにしとですね、数あるサブスクの一個となってしまって、今までのあの独占の殿様商売やってられませんからね。アマプラとかネットフリとか D アニメと競争しなければなりませんから、それはまるでですね、あの大事に育てられた小型犬をジャングルに追っ放すようなもんで、脆弱なあの NHK なんかひとたまりもないですからね。11月23日のスクランブルデモにぜひご参加ください。手続き終了したら正式に告知いたします。あんまり期日が前だと、まだね40日ぐらいありますんで、期日が前だと警視庁の方でですね申請受け付けてくれません。それまでにあの大規模道路工事とか入っちゃうと、ダメなんでっていうことらしいんですけどもね。安倍川秘宝16億円と見積もられていた国葬予算が12億円ですんで、税の無駄遣いガーって言いにくくなってもうた。世論です。安倍がぐぬる、どこからか舌打ちの音が聞こえる。安倍がこれどうすんの。電通有能じゃん。審議拒否で国会空転させるより有意義、増えるって言ってたやつごめんなさいわ。安倍側の皆さん、あの国葬当日に暴れ足りなかったんじゃないの。これあの暴れまくって警備予算増やしたら、あの総予算も増えたんじゃないの。警備費安く上がっちゃったじゃありませんか。国会前にですね、あの500人ばかしがコンパクトに集合してくれてね、自分ら1万5000人って言ってましたけど、まあ実質500人って話ですね。見張りやすくなったんじゃねえの、コンパクトで。武道館のある北の丸公園は元江戸城北の丸ですね。さすがあの城の一部っていうか、構造的に防御しやすい構造になってるんじゃないでしょうか。こういうのにぴったりだったりしてね、ひょっとして。マイナカード保険証一体化に共産党が発狂、顔写真がついて貸し借りなどの不正使用がしにくくなるだけではなかった。こちらの詳しい人が言っておりますけど、マイナカードには通名と本名が併記されます。つまり本名も、今の保険証は通名だけでいいのかな、帰化後も本名と元の国籍は記載され続けます、永遠にかな。世論です。素晴らしい、こっちゃみんなが幸せ。それで反対反対、何が何でも反対ってうるさいのか、だから反対してんのが納得。運転免許証も以前は平気だったのに、いつの間にか通名だけになったんだよな。あったあった、民主党政権時代じゃなかったっけな、これ。運転免許証、通名だけ、本名はいらねえね。なるほど、それで C 数もですね、制度そのものを廃止すべきとか騒いでんのね。外国人の政治活動は原則禁止されてんですよね。C そのものは日本人だろうけど、
市共産党が黒幕のデモやら集会にはいっぱいそうですもんね。禁止されてる政治活動、元の国籍も記載される、書いてあるんですけど、蓮舫みたく何個も何個も国籍持ってる人はどう記載されるんだろうねこれね。例えば日韓ハーフの人は二重国籍のはずなんですけど、マイナカードにはどう記載されるんだろう。こういう人は帰化したではないですよね。二つ持ってるつもんね。そういう人のカード見たことないからわかんないな。つうか他人のカード見たことないもんで、私ちょっとわかんないですね。あんまり人に見せんなとか、あの番号ばらすなとか、最初の方は総務省もそう言ってましたもんね。泉健太立憲代表、記者会見で口を滑らす。カードを持たない人が不利になってはいけないなんて言っちゃってですね、世論です。これはあのカードを持たない人、カードを持てない人が不利になってはいけないというふうに皆さんあの取られたようで、誰でも作れんのに振り物にもないだろう。持たない人ってどういう人？日本にいないことになってる人かな。不法滞在者だけやん、そんなの。逃げ回ってる反社の人権も考えろってことかな。まあ逃走中の指名手配犯なんかはカード持てませんよね。自分でも何言ってるか分かんなくなってない不利って国保が使えなくなって運転できなくなるだけだろ。都心に住んでると運転免許いりませんね。私も今あの失効しちゃって持ってませんけれども、別に困ってない。国保使えなくなって、まああの10割実費で払えば別にいいんだねやの。他人の保険証使ってたやつが今まで通り使えるようにしろって言ってんの？多分ですね、日本にいないことになってて、カード作りに役所に行けない人のこと言ってんでしょうけど、持てない人ね。不法滞在とか逃走中の指名手配犯とかね。まああの不法滞在もある意味逃走中ですから、まああの同じですね。国籍問わず住民票がある人にはすでに番号は割り振られてんですよ。どこそこ住んでる誰それは何番何番ね。もう役所ではそういうデータ持ってる。カード持ってるか持ってないかだけの違いだけなんですけど、この番号が割り振られてない人は日本にいないことになってる人ですよね。あとは密航した人とかね。マイナカードの制度を作る前にですね、従来の保険証にですね、不正使用防止のため顔写真つけます。これこれこの通り、こんなに被害出ているんですで、やっといてよ。まあまああの共産党も立憲もギャオギャオ騒ぐでしょうけれども、テレビ新聞もねギャオギャオ騒ぐでしょうけれども、まあこれやっといてよ。ちょっと間を置いてですね、不正使用防止のため通名のほか本名も記載しますって、徐々に徐々に首絞めていけばよかったのになぁ、こんなに騒がねえのになぁ。マイナカード制度は総務省の管轄で、保険証は厚労省でしょ。この二つって仲悪いのかなぁ。協力し合うのになんかあの、やってることが下手。あはど下手。どうせ反対すんだから、反対されねえように、徐々に、反対しにくいことをじりじり進めていけばいいものを、こういうもどかしいのがあるとですね、人は独裁者を望むようになっちゃうんですよね。一刀両断でスパッと解決みたいな展開、怪盗乱魔っていうかさ、まあまあ私にもそういう気持ちはありますけれども、ただ大幅な変更大変化っていうのは大体失敗しますんで、じり詰めていくしかないんですよね。選挙でじりじりじわじわ勝つとかね、しないといけないんですよね。というわけで、メール党員さん大募集であります。立候補者も大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。